セルゲイ・ニコライビチ・ノビツキーは、ロシアのモスクワ出身の男性元、フィギュアスケートアイスダンス選手。2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスローシア代表。2009年ヨーロッパフィギュアスケート選手権優勝。パートナーは、ヤナホフロアなど。ロシアのモスクワに生まれ、5歳の頃スケートを始める。ノービス時代から、 男子シングルの選手として活動していたが、ジュニア転校を機に13歳の時にアイスダンスへ転校した。やがてオクサナ・ゴンチャレンコとカップルを結成し、1999から2000シーズンの ISU ジュニアグランプリに参戦したが、JGP サル、後輩では8位、JGP チェコスケートでは10位に止まりやがてカップルは解散する。2002から2003シーズン、 東京ユニバーシアード競技会で優勝し、ロシア選手権で5位。翌2003から2004シーズンにより、ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。2004から2005シーズン、ISU グランプリシリーズでは、表彰台に上ることはなかったが、2005年、東京ユニバーシアード競技会で2連覇を達成し、ロシア選手権では初表彰台の3位となった。 トリノオリンピックを控えた2005から2006シーズン、ロシア選手権で2年連続の3位となり、トリノオリンピック及び世界選手権代表に選出された。トリノオリンピック、世界選手権共に12位に止まったものの、翌2006から2007シーズンからは、ISU グランプリシリーズで2大会連続で表彰台に上り、初のグランプリファイナルへも進出を果たした。 2007から2008シーズン、グランプリシリーズ初戦となるエリック・ボンパール杯では、パーソナルベストを更新し2位、2戦目の NHK 杯では3位となり、2シーズン連続のグランプリファイナルへの進出を決めた。グランプリファイナルでは、前回同様5位に止まったものの、ロシア選手権では、初優勝を果たした。ロシアチャンピオンとして迎えた欧州選手権では、コンパルソリーダンス、 オリジナルダンス、フリーダンスすべてで自己最高得点を大きく更新し、初表彰台の3位となった。2008から2009シーズン、3期続いて進出を果たしたグランプリファイナルには出場を取りやめたものの、ロシア選手権を連覇して迎えた欧州選手権で優勝を果たす。2009から2010シーズン、グランプリシリーズスケートアメリカで表彰台を逃し、 グランプリファイナルに出場することはできなかった。ロシア選手権を欠場して迎えた欧州選手権の時からフリーダンスを変更して出場し3位となった。バンクーバーオリンピックに出場し9位。世界選手権に出場したが、怪我の影響によりオリジナルダンスの後に棄権した。2010年にヤナホフロアとのカップルを解消し、競技から引退。 h t t p w i n t e r s p o r t e x p r e s s r u f i g u r e s k a t i n g r e v i e w s 5 4 3 8ュありがとうございます。